殿下スタッフの皆様、はい、いつも配信ありがとうございます。DM のご返信ありがとうございました。お邪魔ありがとうございました。できるだけ早く来ていただき、はい、埼玉参りますのでよろしくお願いします。質問させていただきます、はい、エゼキエル書、はい、日月神事、いずれにも終わりの日にロシアが書かれています。あ、書かれてますね。ロシアがキーになると思っています。うん、うん、イスラエルとロシアがぶつかると書かれていますが、書かれてますね。そのままの解釈ではなんとなく違和感があります、うん、聖書に書かれているイスラエルは今の場所の解釈でいいのでしょうか。なんとなく違う気がするのは考えすぎなのですかね、うん、イスラエルかもしれませんよねイスラエルかもしれない。これ僕が10年間伏見の宮どこから来たんだろうっていうところは、おい、まあ、何度も言いますけど、いくつかに分かりました。数字、天文学、その時の気象学、そしてまた数字のバランス、そしてその時の気候ですよね。そういうことをいっぱいこうなんか時間軸のズレとかもこうバーって調べていたんですけど、確かに、世の中がおかしくなる時にロシアとイスラエルが最終戦争に入るとやばいよっていうところを、まあ、書いてありますね。日月神事だけでもなくても、実は終末論、まあ旧約聖書にもそういうふうに書いてあります、ロシアとイスラエルの方が非常に戦って大変なことになると。でもまあこれは当たってないと思うので信じてほしくないですけど、じゃあ言うなって話よねまあこれはソイちゃんにも聞いてほしいんですけど、目の前のソイちゃんにもね、実を言うと僕の勝手な空想なんですけど、あまりにも10年間もずっと調べてきたので僕の中に妄想がはびこってる可能性があります。それはガンのように。で僕が、旧約聖書はこれ日本のことじゃないと思いました。それどういうことかっていうと、日本人のこと、日本人のことってどういうことかと、遺伝子 D のことなんで D の物語かもしれないと思いました。なぜかと、エジプトから出た人間が、日本人でおかしいね。エジプトから出た男系の一族は、D の一族。D1、D2、いわゆる縄文人の DNA の形が D1、D2、DH っていう風になっていくんですけど、その D のことではないかと。すると、その一族が縄文人として日本人と同じであれば、実は日本の物語でもある。日本人というよりもその D の遺伝子を継ぐ者たちの歴史でもあるとも言えるわけです、ということは、日本のことと感じてもいいわけです。もっと言えばスメラのストーリーの中に入っているということが少し考えられるわけですね。その中においてスメラのストーリーならロシアとイスラエルが最後大変なことになるときに、実はイスラエルのここと最終的に、意見の相違があるなら、ロシアと日本が最終的に和解に落ちたとき、それはどういうことかというと、アメリカと日本でもなく、アメリカとロシアでなく、アメリカと共産主義の中国でもなく、イギリスと中国でもなく、イギリスとロシアでもなく、なぜか敵対していないはずな中立の日本とロシアが和解に落ちた時に、ガーンと静かになっていくのではないかというふうに僕は思っております。そして世の中でもプーチン大統領がもうめちゃめちゃなことになっていますけども、もちろんプーチン大統領がやりすぎだったろうなと思うところがあるんですけど、僕は実際ウクライナに行ってその戦争の状態をすごく近くで見てきたわけではないです。一人も亡くなってないってことは考えづらいですけど、あくまでも想像のラインしか僕たちに押し付けられてないことは確実です。例えば日本の、人工衛星は圧倒的に世界一なんです。どうしてかというと、ロシアとアメリカはとっくに月に行ったことになっている。まあ行ったと思いますけど、でも行ったのならどうして月に人工衛星を回せないのって。行ってないのに日本は、月に人工衛星を乗っけられたのは日本だけです。今でもかぐや姫のかぐら、
だけです。他の国は一個も乗せ切ってません。だいぶ失敗しています。なのでそういうところで日本のその技術っていうのはそこのところものすごいというふうに自覚した方がいいです。ここは本当なんでね、本当なんで。そこから背景を見てください。日本の人工衛星は、どこの国より進んでいて、どんな夜中でもどんな猫でも夜中どう動いたかを空から見ることができます。それは日本の衛星がものすごく正確に捉えます。まるで神様のみたいです。空から全てを見通すんだから。そういうのを日本は作れています。でもその技術を外国に売っていません。欲しいと言われても強引に売っていません。売るとどう使えるか分かりませんよね。でその見地からいくと、実は衛星の中から今ロシアとウクライナがどんな戦争の状態になって何人ぐらい負傷してここでこのくらい逃げてこんなことになっているってことはもう明らかになるはずです、瞬時に。でも僕たちが見せられ続けるのは画面で見えてるところだけです。それが嘘とも言えません。それは全部芝居で嘘だよとは言いません、言いませんが、本当かどうかわからないエビデンスを僕たちは 見せつけられてることは確かです。でも嘘とは言えないです。本当か嘘かわからないんです。これが事実です。本当か嘘かわからない、どこまで正しいかわからない、確率的にはこのくらいの可能性あるがこのくらいの可能性はないとかいうのはよくわからないんですね。そこで、そこでちょっと、入りましたけど、エゼキエル書、ヒツキ神事にもロシアと、イスラエルが最後対峙するようになっています。まあ黙示録の中でその時にイスラエルはひょっとしたらイスラエルかもしれません。そしてイスラエル自体、イスラエルのユダヤ人こそがイスラエルはイスラエルと知っているかもしれません。僕の研究はその可能性が非常に強いところまで、決着はついていませんが、もう非常に強いところまでは、行きましたので、埼玉に読んでいただければ、その時に起こる時間軸のズレ、そして無数に存在する時空の群れ、そしてそれは SF ではなく全部ここの同じ場所に存在するよってことを綺麗にエビデンスを持って紹介できるかもしれません。このことを分かると実は分かち合う意味、そして共に、助け合って生きていく意味も即座に分かりますということかもしれません。ありがとうございます。